YouTube をご覧の皆様、本日2度目のつくぶみらい市役所になります。わざわざね、まるちゃんがね電話をくれて、すごいご支援施設の塊、もうねつくばみらい市役所のね職員の方はね本当に頑張ってらっしゃいますよ。こんにちは、ご苦労様でございます。あ、ご苦労様です。本当につくばみらい市の市役所の方は頑張ってると僕は思います。いや、これ本当ですよ。あのね、市民の人ね文句言いすぎなんです。どうも、あ、自撮りなんで入れませんよ、俺しか。どうせこんにちは、お邪魔しております。お、お、お久しぶりです。入りたい、入りたかったらどうぞ。あ、ダメなの。あの、そのうちさ、じゃあもしもだよ、もしものことがあって俺がそういうことになったら YouTube チャンネル作るからな、広報と。見てますよ、オフィス。嘘、見てる。嘘、面白いでしょ、なかなか。バカばっかりやってて、あ、見てくれてて、わー、ありがとうございます。いや、ケンちゃんがね、それがね、障害者虐待なのよ。で、今日はちょっと本人に、福祉課に自分で説明しなってたの。もう一回返したの、俺に頼っちゃうから。頼んなダメだから、日本なしで立たないとね。ご苦労様でございます、感謝してますから。さあ、いや、役場の方はね、皆さん一生懸命でね、ものすごい優秀な方しかいないんで。市役所のこと、本当に素晴らしい人材がつくばみらい市は揃ってます。それに比べて市議会議員のレベルの低さがもう最悪です。あ、失礼いたします。ご苦労様でございます。綺麗ですね、羨ましいな。お邪魔します。どうもです。あ、どうもです。こんにちは、まるちゃんいますか。あ、こんにちは、お邪魔します。自撮りなんで誰も入ってませんから大丈夫です。もうよろしくお願いします。明るい職場、皆さんご苦労様でございます。いや、本当に綺麗な人多いですよね、つくばみらい市の市役所。綺麗な方が多いから、ほら、あの人も綺麗。いや、あの人も綺麗ですよ。あ、ごめんなさい、綺麗な方も多いですね。あと2枚目も多いね。